2種類以上のフルーツ、まあ、果実のことですが、とか、あるいはそこにさらにですね、バナナのような苗を組み込んで、新規合体苗を作って、そうしてその新規合体苗を別に育てて、そこから2種類あるいはそれ以上の結実を得る、まあ、収穫をするということですが、そういうことが熱帯国ではよく行われています。それでそういうものがですね、本当にそうなのか、トゥルーなのか、あるいは見せかけを作ってそれをムービーに仕上げてアップロードして自分のことを知ってもらおうというフェイク、まあ偽物苗作りとその結果である偽物結実なのか、ユーチューバー同士でもいろいろなバトルが行われています。何割かはフェイクじゃないかと私も思っていますが、すべてがフェイクだとは思っていません。実際に例えばフィリーレモンの葉っぱから芽を出して、そうして粉絵作りをするとかいうことをやってみて、それはフェイクではなく true、事実であるということを確認もしていますので、公表されている何割かはフェイクであっても、中には立派なトゥルーの栽培結果もあると思っています。これはどんな世界でもそうでしてね、 True or fake という問題は情報、発信された情報が True か fake かという問題をいろいろな分野に広げていくと、もしかするとですね、こういうバナナとかスイカとかパイナップルとか、そういう実物の世界ではなく、フィンキング、考え事の過程や結果を報告するだけなら、フェイクをいくらでも作ることができるし、まあそういう個人だけじゃなくね、国家もありますし、まあデタラメ国家ですね、そういうのもたくさんあるわけですよ。で、結論として私は自分でやってみて結果が得られたら、それはそれでよしと、ごまかさないでやってうまくいかなかったら、それはフェイクというのではなく、気象条件とか土地柄とか、そしてまた
私のやり方が未熟だからというふうに自分としては理解すれば、トゥルーかフェイクかという論争に巻き込まれないで、自分で事実確認をすれば良いだけのことではないかと思っているのですね。それでここに用意した寸胴鉢にの下の方にちょっと土を入れて、その上に小玉スイカを輪切りにした半分を入れて、包丁で少しくぼみを作るために削ってあります。まあ、ここに例えばドワーフナンワーのバナナ苗を埋め込むということだけでもいいんですが、念のために私は台湾のパイナップル、これのやはり中央をくり抜いたものを乗っけて、ここにこのちょっとストレスハンガーかなりくっきりと入っている株なんですが、それのですね、根をほとんど切って、それから芋の一部だけを、まあ例えば三分の一だけを残して、他は削除するという風にした苗をここに乗っけて、あとは用土をかぶせていって、このムザ・ドワーフナンワーを安定させようと思っているんですね。ここでちょっと一旦撮影を切って、この根株ですね、をきれいにして、すでに考え事の結果、人間の考え事、ティンキングの結果であるような根を断ち切ってしまって、そうしてその母体となった芋の下の方ですね、古いところもカットして、3分の2程度カットして、まあ洋画の用語で言いますと、実家、習慣の週に気持ちの木、実家癖ですね、を極力少なくして、このスイカとパイナップルのところに食い込んでみようと思いますので、これからこのバナナ苗のドワーフナンワー、バナナ苗の根と芋の一部をカットしてからまた撮影いたしましょう。このように根と芋3分の1ほどを残してカットしました。ここに芋が、芋のカットしたもの、こちらは根を断ち切ったものですね。そうすると、これはかなりまっさらな性質、素質を持ったドワーフナンワー、バナナのストレス入り苗ということになりますね。で、これを組み込むわけなんですが、そこにこの平飼いされた鶏が産んだ卵ですね、それを2段階に分けて、まあ肥料代わりと言ったらおかしいですが、肥料代わりみたいにしたいと思います。
この殻はいらないんですが、この黄身のところですね、黄身とちょっと土、そうしてパイナップルを乗っけてですね、ここにもう一個こうですね、で殻はまあまあ割にですね置いとけばいいと思うんです。卵をちょっと崩しておいて、そうしてここにですね、このドワーフナンワバナナ苗の、まあまっさらとは言いませんが、新しくなった芋を乗っけて、あとは周りから土をここに寄せていって安定させるわけです。今右手でiPhone を操作していますので、撮影をまた一度中断して土を寄せていきます。一般的な土、まあ私の場合には家の畑の土ですが、それで苗を安定させた後、この寸胴鉢にそういう重い土をいっぱい入れると運ぶのも大変になりますから、その上にはですね、赤玉土と米のもみ殻ですね、それとくん炭をミックスしたものを乗っけて、まあ軽めですが安定させてあります。上から見ますとこんな感じになってるんですね。これとこれはストレス斑が優勢ですね。それで芋を、根と芋をだいぶカットしましたから、このまま和歌山県ではこれから1週間ぐらいは雨降りませんので、路地に置くと強い日照で苗が弱りますから、移植した後は私は葉っぱを相当カットして、カットしたものをですね、この同じ鉢の周りに刺しておくようにしています。もし刺した葉っぱから根が出たら、粉餌を作ることができますので、まあもしそうなれば儲けものですがね、まあそれはちょっと本州ではそう簡単ではありません。熱帯国ですと発根するスピードが速いので、葉っぱ、カットした葉っぱですね、がダメになってしまう前に根を出す可能性が日本で行うよりも非常に高いので意味のあることなんですが、まあ南西諸島でもやや難しいと思いますし、ましてや本土ではですね、なかなか難しいと思いますが、一応やってみて、苗が今後の日照り気味の天気で弱らないようにだけしておこうと思っています。だいたい仕上げましたので、サンルーフ内はちょっと暗くなってきたので、まあ、外も明るくはないんですが、玄関前の通路に出して今撮影しています。ここにどういう風にしたか後で思い出せるように、下からスイカ、その上にパイン、その上にグワーフナンは、
バナナの根と芋の3分の2程度をカットしたものを乗っけて、土がまだ濡れてて安定しませんから、細い支柱を立てて安定させておきました。で、ストレス班も含めてカットしましたので、通常葉とストレス班の葉っぱを葉がらと一緒にカットしたものをですね、このように鉢の周りに差し込んでおきました。まあ、ここから根が出ればいいんですが、熱帯国ですと、おそらく、可能性が結構高いんですが、和歌山県、あるいは本州全体では、こういう葉のカッティング、葉と葉柄のカッティングですね、を土に差し込んでおいても、発根する前に、異邦人、傭兵、葉っぱと葉柄がダメになる場合が多いんですね。まあそれは気象条件が違いますので、やむを得ないと思いますね。でも、何度も何度もやっていって、ある時成功するなら、例えば私の場合は、斑入りレモンの葉っぱでは発根させるのに、何件か成功しています。そこから出葉させて粉餌を作って、斑入りレモンの粉餌を作るということが可能になるように、バナナの特にメリクローン化した場合には再現されない斑入りバナナ、アヤエとかフロリダとか、ドワフナンはワリエガータ、斑入りドワフナンワーとかですね、あるいは斑入りアイスクリームバナナなどで、葉っぱから粉餌を作って斑入りバナナを自前で作成するという可能性が生まれてきますので、まあ私は諦めずにこういうことをしているわけですね。まあこのストレス班もだいぶカットしました。まあこういう新規合体苗の作成はいろいろな組み合わせで本年は練習だと思ってたくさん仕掛けてあるんです。で、問題は陶器の扱い、まあ越冬問題ですね、が出てきますので、私の場合には下の方での仕掛け、例えばスイカとかパイナップルとか、そのゲノム融合を狙った新規合体苗の作成に失敗してもというか、うまくいかなくても、体幹越冬性のあるドワーフナンは、残るというふうにするために、一番上にですね、ドワーフナンは、苗を配置しているんです。もちろんこういう苗じゃなく、ドワフナンワとか、例えばアップルバナナとかですね、アイスクリームバナナとかの果実をトップに据え置くという方法もあるんですが、それは和歌山県で
ここまでやってきた限りにおいてはですね、問題点は二つあったんですよ。用土の種類によっては、コバエがむちゃくちゃ集まってくるという問題。それで、バナナの果実をトップに置くと、それらは数日のうちに食べ尽くされてしまうということなんですね。それから、その他に起きる問題は、カビが生えやすいということですね。和歌山県でも、梅雨明け宣言がなされたかと思うんですが、今年は7月の下旬に入ってからですからね。で、雨天が多いと、バナナの果実がカビでダメになってしまって、発根、出葉できないで終わってしまうというその問題。2点なんです。コバエとカビの問題。熱帯国においては発根スピードが速いですから、そこをクリアするのは日本の本土あるいは沖縄を中心とした南西諸島よりもずっと有利なんですね。熱帯国の多くは寒気と雨気の二気。日本は四季ですね。四季折々の四季。そうすると寒気の間にですね、水やりを、多少の水やりをしながら、新規合体苗を作って、雨季に入ったら、ぐんぐん苗を成長させるということが可能な気象条件なんですね。それを日本で、特に本州でやろうと思うと、相当の困難に出会ってしまうわけです。まあ私は諦めずにやっていますが、何でも諦めずに繰り返し繰り返し、音楽でも、ヨガの修行でもやってきたものですから、失敗しても失敗しても何度でもやるということに私は慣れてるんですね。それで、今年は訓練の年だと思って、来年、新規合体苗の、幾種類かについて、成功する確実度を上げていけばいいと思って、今も、まあ、失敗に失敗を重ねても諦めずにやっているんです。まあ、こういう苗、新規合体苗の試行錯誤はたくさんやっていますので、やり方を覚えたいという方は、まあ、例えばこのムービーを参考にしてですね、あとは自分でフルーツとか、場合によっては苗ですね、マンゴーとかアボカドの苗などの組み合わせ、などをやってみたらいかがかと思いますね。まあ、何度か失敗すればすぐ諦める人たちの方が多いんじゃないかとは思うんですがね。まあ、それは人様のことですから、自分ごとだけでやればいいことですから。まあ、そのうちですね、これを含めて様子を見ながら、練習のモデルとして欲しいという方のために、もし出品できるようなら、何点かだけ出品して、来年は新規合体苗ができたら、出品しようかなと思っています。